朝ドラ経験者吉沢良、大河主演の横浜流星声は、10から30代女性が、朝ドラで見たい俳優、トップ3。二宮和成が、2025年前期放送の今田美桜主演 NHK 連続テレビ小説、アンパン、で朝ドラに出演することが話題だ。二宮は、北村匠が演じるヒロインの夫の父親を演じる。多くのドラマ、 映画で俳優として活躍している二宮だが、朝ドラへの出演は初めてとなる。二宮は NHK のホームページで、本当に驚きました。あの連続テレビ小説に自分が出演できるとは考えてもいなかった、とコメントしていた。そこで今回は10から30代の女性100人に、朝ドラで見たい俳優についてリサーチ。 どんな役を演じてほしいかについても聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート調べ。第3位は、横浜流星。横浜はこれまで朝ドラ出演はないが、2025年に NHK 大河ドラマ、大河ドラマベラボーツタ10映画の夢話で主演することが決まっている。6月17日に公式 X、旧ツイッター。 にクランクインの報告と横浜の画像がアップされ、フォロワーからは、より非常に小さい楽しみより非常に大きいより非常に小さいドキドキ、より非常に大きいより非常に小さい曲げ姿も、着物も最高より非常に大きいなど、期待の声が上がっている。おっちょこちょいだけど放っておけないキャラが似合いそう。32歳、女性主婦。 かっこいいパパを演じてほしい24歳女性公務員爽やかで性格の良いイケメンの役39歳女性主婦困っている人を助ける役17歳女性学生フリーター一見ゆひとそうに見えて実は悪役とか28歳女性コンピューター関連技術職ヒロインの恋人をやってほしい 38歳、女性主婦第2位は、吉沢亮吉沢は2019年に、広瀬すず主演の NHK 連続小説、青空、でヒロインに思いを寄せる同級生の山田天陽を演じた。劇中で天陽が創生してしまうと、視聴者には天陽君ロスが広がるほど魅力的な役だった。どんな役でもいいから見たい、16歳、女性学生フリーター。 ヒロイン役の幼馴染役か、両を思いしている役で出てほしい、27歳、女性。ちょっと影のある役。主人公になりきれない感じの役が似合いそう、30歳、女性、学生フリーター。先生役などが似合いそう、26歳、女性、パートアルバイト。江戸時代の江戸っ子みたいな役、29歳、女性、コンピューター関連技術職。 弁護士や医者などを目指す若者の役、現代劇で見たい、37歳、女性主婦。大河ドラマ、青天をつけんのイメージがあるので和服の役が見たい、35歳、女性。総務人事チーム第1位は、スノーマンのメグロ連。メグロは今期ドラマ、海の始まり、フジテレビ系で主演、父親役を講演している。2025年には主演映画、 劇場版トリリオンゲームの公開も予定している。グループとしても、個人としても、超多忙なメグロ。8月15日から体調不良により活動を休止していることが8月22日に明らかになった。メグロは、2022年放送の福原遥主演 NHK 連続小説、舞いあがれで、パイロットを目指すヒロインの同級生、彼氏役を公演した。 ヒロインの恋人を演じてほしい23歳女性総務人事事務ヒロインの彼氏役32歳女性主婦クールな役で見たい26歳女性寡黙な青年役が似合いそう33歳女性パートアルバイト泣き顔が見られるような役がいい17歳女性学生フリーター何の役でもいいから見たい 38歳、女性契約社員、派遣社員。闘病の妹を支え救うため薬の開発に挑む青年役。33歳、女性主婦、目黒の笑顔ショットに、フォロワーからは、この笑顔で頑張れる、癒し、ありがとう、幸せ、過度歓喜の声が溢れた。